北海道から帰ってきました。まあ楽しかったですね。楽しかったね。もう半分ぐらいが多分移動だった。そうだよね。でまあ最後の最後に釣った魚がこちらです。はい。はい。狼魚。まあね、あの本命のね。うん。とこちら青ぞい。青ぞい。うん。これね、あのお刺身が美味しいらしいんでお刺身で食べたいと思います。はい。でこれホッケ。ホッケ。これは塩焼きが美味しいんで塩焼きで食べたいと思います。はい。じゃあやるか。やるか。なんかね、ここやろ、そう、頬肉が一番美味しい、美味しいのかな。まあ、こっちも食べれるらしいよ、うん、食べれるけど、うん、なんか唐揚げにしたらいいらしい。なるほどね。やるよ、俺が。なんでこれさ、うん、ここのヒレさ、こんなでかかったけど、ここがポンポンね。ライギョみたいだね、うん、ちょこーんしたら銀ポン、まあ、ほんとやね、うん、ライギョ。あ、銀ポンの仲間って言ったね。そうそうそう、銀ポンのでかいやつらしい。ここの歯すごいね、これでホタテとかね、噛み砕いてね、だから多分胃袋開けたらね、貝がいっぱい出てくると思う。なるほどね。でとりあえずこいつのぬめりを落とします。はい。ちょっと新しい金沢をしよう。もうこいつ釣ってね、4、5日ぐらい経ってるから、なんか冷凍で送ったからね、日付合わせて、うん、で今日はちょっとユッキーがお仕事でいないんで、はい、2人でやります。やります。あ、でもキュッキュなってきた。あ、うん。あ、すごい貝が入ってる。マジ？うん、胃袋なのにカチカチ。これ凍ってるわけじゃないよ。あ、マジ？ね、ジャリジャリね、入っとんね。ちょっと開けていこうか。じゃあ、俺はその間にこの2匹の鱗とか取り寄こうかな、ね、お願いします、うん、じゃあ行くよ、うん、もう一回指突っ込んだ感じ。ほら、いいん、大丈夫。あ、もう当たった。なんか当たった。うん、これちょっとハサミですいません、行かせていただきます。カチやん。あ、まだ、うん、あ、でもいい感じ、ほら、おほい、おい、うわうわ、触るとこ全部ね、ゼラチンプルプル、ね、うん、プルプル。あ、あ、いっぱい、ほら、貝の、ほんとや、あとでちょっと貝なのか、ね、岩なのか。ペソクちゃん、ほら、あ、出てきよ、出てきよ、出てきよ。あ、ほんとや、胃袋から、ほら、貝。すげえ、すげえ、これ全部貝だよね。これ石やん。これは石やね、多分。で、こっちは貝殻やね。やば。きゃー、臭いです。大丈夫大丈夫。見て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 、徳さん、いっぱい出てくる。どんだけ食っとっとよ、こいつ。おー、来た。おらららら、ら、いくよ。おらほ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 ら、うわー、ここは行きます。どっから落としたら正解なんだろう。ここまでエラーがあるんだよね。だから多分ここが正解。すっごい大きい骨がある。やば、硬いとこじゃない、これ。硬い、この角度を利用して。賢やね。はい、取れました。狼王の頭でございます。こちらは丸ごと炊いていきます。 OK、 はい、しゃー、行くぞー。お願いします。頑張るぞー。うわうわうわ、ジャストミート。こっち尻尾まであるぜ、あれが、身が。あ、でもね、これちょっと凍っとるけんやりやすいかも。あ、身が硬くなってる。うん、凍っとらんやったらで、ね、多分ゼラチン質でブルブルでやりにくかったと思う。よしよし、いきます。ほい。あー、しとれました。せーの、ドン、オッケー。いいんじゃないですか。ほら、さあ、とりあえず半身。はい。で、これの半身は知り合いのお居酒屋さんに持って行って、ちょっと料理してもらおうかなと思います。ね、あー、もうこの辺多分もうあれだ、もうゼラチンで食べれねえわ。食べれねえ。うん、身じゃない、これもうゼラチンだ。あー、うん、本当やね、もうほら、ブロンブロンしとる。
うわーすげえ、でも身はね、綺麗かよ、ね、うん、えらい綺麗か。唐揚げってことは油も用意しろ、そういうことになりますね、だんだん。おお、すごい身がなんかクジラみたい。マジ刺身で食える、ほんとね、クジラってわかるねえ、うん、クジラみたい。次に皮を引いていきます。ほい、はい、できました。なんか全体的にプルプルやね。これね、多分皮と身の間のね、ゼラチン、まあ、食べれないことはないって書いてあったから、食べていきます。それでちょっとこれをあの唐揚げサイズに切っていきます。はい、こんくらいかな、こんくらいかな、これですね。うわ、なんかすげえブルルルルルルってないよ。プル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 ってない。これ油じゃないっちゃね、ゼラチンだから触ってて溶けてはいかない、ね、ああなるほどね、うん、なんかもっとぬるぬるするかなと思ったら全然しない。こっちの味付けは俺に任せんしゃい。やっぱお醤油、こんなもんかな。お酒をちょっと強めに入れとく、うん、あのもしあのちょっと匂いがきつい魚とかやったら。でもね、でもね、さばいた感じね、ぶっちゃけね、タイとかそういうやつの方がね、臭い。ああ、そうやね、うん、これそんな臭くない、ほら。で、ここにも剥がるんだよね、これ。さあ、マジや、マジや、マジ。そこで、なんか砕くらしい。うわー、マジや。突っ込んで、突っ込んで。どうしたんですか。うわ、落ちた。釣岡ハウスはこうやって、たびたびブレーカーが落ちます。はい、はい、じゃあそれでは頭もうぶち込んじゃってください。オッケー、ドンドンと。じゃあもう入れる場合、はい、入れる場合、入れる場合、入れちゃってください。せーの、よっこいしょ、よっこいしょ。うわー、うわー、地獄味やね、地獄味。じゃあその間にちょっとオッケー、はい、こちら開いて、うん、塩焼きですね。うん、で寄生虫がね、うん、おるか持って言い合ったのと、うん、寄生虫おるかな、ちょっととりあえず開いてみるか。開いてみてください。こうがいい、こうがいい、ここっぽいか。じゃあよいしょ、うわー開いた。はい、開きました。でーん、ちょっと合わせて。はい、はい、入りました。はい、やった。パパパパパ、ホッケといえば塩焼きでしょ、間違いなかね。ね、俺店にあったら食うじゃない、頼むもん。ね、じゃあこの状態で焼いていきまーす。おい、はい、じゃあ青ぞい、さばいていきます。ほい、じゃあ狼唐揚げも。はい、どうぞ。唐揚げ粉をたっぷりつけて、いただきまーす。狼用の唐揚げ、唐揚げ、よいしょ。どうですか、唐揚げの方は。唐揚げ、じゃあちょっと揚げようかな。うん、揚げてみて。揚げます。はい、こんぐらいいいよね。あー、いいね、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいいよね。じゃあ、オッケーオッケー、よいしょ。じゃあまあ、こんな感じで、はい、唐揚げはずっと揚げていきます。はい、はい、はい、こんな感じで、いかがでしょうか。上手。はい、上手やね。はい、開け、開けまーす。オッケー、オッケー、うわー、美味しそう。うわー、マジや。いきますか、いいやしゃ。トライ。そっちに引く。あ、油がすごい。いきます。大丈夫。離すよ。オッケー。完成しました。じゃあ、この、はい、狼用も鍋ごと持っていって食べましょう。はい。はい、ちなみに唐揚げもちゃんとできております。はい、食べていきます。はい、完成しました。はい。食べていきますかね。食べていきますか。いただきます。いただきます。お味を頂戴よ。ありがとうございます。はい、こちらが、まあ、一品ずつ紹介していきます。はい、青沿いの刺身。刺身。狼用のキャラ揚げ。狼用のカブト煮。カブト煮。ホッケの塩焼き。はい。いただきます。いただきます。はい、どれからいただきますか。ホッケから。はい、じゃあホッケ。ホッケ。うわー。うわー。ホッケ、油がすごい。いただきます。いただきます。うわ。うまっ。なんそれうまいわ、ホッケ。マジ油乗っとるね。うん、あーこれすごい。あ、油がだって滴り落ちてますもん。うん、あ、美味しい。あ、うめ。さあ、お
次はこちら。あーな、ちょっとね、味を水準にね。まあいいや、いただきます。刺身はもうわからんくなってしまう。いただきます。あ、うん、うまい。身が凍ってる、冷凍庫にとってでもうまい。なんか熟成されとるかな、うん、柔らかくなって、甘うなくね、うん、こうやるんだけど、うん、ちょっとここでポッケ挟む。あ、わかるわかるわかる、ね、一旦これでね、口をリセットするんですよ。あ、ホッケうまいわ。行く、いよいよ、いよいよ行く。おかみさんから揚げ行く。うん、おかみのから揚げ。いただきます。美味しい。うん、うまい。うまい。なんやろ。うまい。クゼとか全くね。なんやろこれ。本当に？本当。ナマズに似てる。ああ。うなぎとかアナゴとかをもっと分厚くさせてみたいな感じじゃない？はい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 、分かった分かった。俺鶏文字やろ。違う違う、あれ鶏肉の、まあ、唐揚げの美味しい部分をごっそり抜いた感じ。ああ分かるか。だから淡白な身だけ残って、うん、ふんわりなんか魚の味。言っていい、うん、はいはい、なんでフグの唐揚げっぽくない。うんうんうん、ね、淡白だからね。うんうん、うん、確かに美味しいよ。美味しいんだけど身に味がないから。そうね、ほんと癖のね、うん、一切ない。味付け次第だから、このあの唐揚げ、うん、この粉使ったから大正解だと思う。うん、行くついこれ行く。これは伝説級だろ。頬肉の量ってこいつが一番多いじゃないと、魚の中で。うわぁ、カニの身みたいな。ちょっとこっち来よう。いただきます。ちょっとビビってこんぐらいかな。こっちの方が味があるような気がする、うん、カニやね、うん、身の、うん、確かにカニだ。感じはカニ、スジスジしたカニだ、うん、ねえ、身の感じ、これもう取った状態からもカニやもん、うん、ほら、ラップして。醤油、醤油あり、醤油、うん、うん、醤油との相性抜群。ゼラチン質がすごい。ハハ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 ハ、ゼラチン質だけど、でもマジ何この筋がね、カニの身や、カニだ。オオカミ王はカニだったね。カニやったね。じゃあまあ、はい、目的のものも釣れたし、うん、そうやね。いやもう今回おめでとう。みんなのみんなのおかげも安心したもんね。ね、もうね、次の日だって本当はね、その狼が釣れた日、そう、予備日は、まあね、うん、まああの釣りできんかもっていう話だったもんね、うん、天気が崩れて。あ、そうね、もう実際次の日雨 で釣りもできなかった状態だったんで、うん、まあ、ね、まあ日釣れてよかったなね。でまあね、ほとんどノースキムトさんのおかげで、うん、おかげでした、釣ることができました。ありがとうございました。じゃあまあ、うん、次回行くときはカラフトマスとかまたリベンジしながら。そうやね、釣りたいね、うん、釣りたいですね。また行くときはよろしくお願いしますと、はい、いうことで、ありがとうございます。ありがとうございました。残機、はい、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。